な分かる。昨日の時点からもう分からないでしたからね。チュラサクさんはいつもまで思うんだけど、なんで分からないのって思う。いつも正解率が 90% 超えてるの分かる、うんうん、あなたはもうマイノリティだからね多分焦って、うん、分かろうとしてないんだよ。分かんないじゃなくって音楽に分かる動力。でも音楽に長けてない人っているさ。そうね、うん、音感がない方、うん、いるじゃない。やっぱり、うん、音楽って学ぶってついてるように学問だから、うん、努力しない人間にはね聞こえない音がある。いいこと言っちゃった。どうしよう。あ、そうね、チュラサクさん、そういうことだね。だからみんなは分かるけど、チュラサクさんは分からないの。そこかな、やっぱり。ほんとね、あの演奏でよくもまあこんな強く出られたもんよね。まずはビートルズ聞いて、ね、もう本物のやつ。ビートルズ本物。あそこに音楽の全てが詰まってるからね。まずそこから。ほんとね、わあ面白いね。わかりやすいか。チュラサクさんが音楽っていうついてる。音まずビートルズからだね。ね、そこからちょっとちょっと入っていこう。なぜ2年も経ってこう楽器の演奏を努力しようって気を2人とも起こさないんだろうね。一回も練習しようとしないよね。向上心はないのよ、このコーナーの中にはね。でもマリ思うけど、これでマリなんかが本当に上手くなったらコーナーとして成立しない。めっちゃ面白いと思うよ、上手くなりすぎたら。一応それやりたいけど、はい、じゃあ演奏参りますって言って、もう無音のところからっていう呼吸音から始めて、クリコーダーカルテットぐらいもうバチン決めたらめっちゃかっこいいですよ。すごい面白いと思う。一応ね、さ、もうちょっとあれできてきたから、うん、南の国の一人さ、音楽に学ぶついてないですよ。本当だ、楽しむって書いてある。音を楽しむだけの何か思ったって。音楽だけはそう、音を学んで音楽を楽しむ。楽がねえ、いろんなところに楽がねえよ。それは聞かなかったわ。そうなんだよ、楽しむなんだよね。でもな、結局音楽を楽しめてないわけ、チュラサクさんは。僕もね、皆さん、音楽を楽しむの楽じゃないかしら。楽しむじゃん。に関するさ、玉がもうちょっとドギーさん、恥じちら。誰がチュラサクさん。僕らだよ、ワッターのことやさ。上手。あー、パンカリメル東さん、ビートルズ聞いてもあかんって。そうね、でもやっぱハイリアビートルズが、うん、分かりやすい、優しいかなって思うんだよ ね。でも多分僕らの問題、インプットの問題じゃないの、アウトプットの問題だからね。